はい、こんにちは、松崎です。精神科医の松崎です。精神診療プラチナマニュアルの松崎です。今日はですね、障害というものについてお話しいたします。障害って書くときいろいろな書き方がありますよね。そのことについてお話ししたいと思います。特にテストに出たりするような内容の話ではないです。でも、我々は特に精神障害をよく扱う上でこの手の議論について知っといた方がいいなと思ってちょっと勉強してみました。というわけで早速参りましょうか。本格的な精神学を分かりやすく解説いたしましょう。今日のテーマは、障害、一般的によく書く障害、あとは石片の害である障害、そしてひらがなである障害、あとはもう一つ紹介するんだけど、その辺の書き分けについて。その障害者、よく書く障害者の語には、公害だとか害虫などのように、その人がなんかこう害をなすような、そんな印象を与えるのではないかという議論があり、一般的に書く障害者ではなく石片の害の障害者としたらどうなのかっていう議論があります。この石片の害って書く障害は何なのか。障害、物事の発生や持続にあたって妨げになることの意味とされていて、この害は、元々の字は石の前に立ち尽くすようなものの意味であり、妨げになるものであって、一般的な障害とそう変わりがないんじゃないかっていう議論もあるし、あとは一般的な障害の害、何か危害を及ぼすようなもっと積極的な害のことであれ、こっちは妨げになるもの、いわゆる障害者の困難にちょうどマッチするんじゃないかみたいな議論があります。この障害、石片の害の方、これはね、悪魔や怨霊などが邪魔することの意味が仏教用語からの転用で一般的に意味していた。で、もともとは障害ではなく障害と、この石片の害の障害を呼んでいました。明治以降になって障害とも呼ぶ、障害とも呼ぶってなって、今障害とだけ呼んでいるという言葉です。一般的な障害について、これ戦後から始まったなんていう風に言ってる人もいるんだけど、どうも江戸の末期には少なくともこう使われてきた言葉で、より多く使われてきた言葉、1946年東洋漢字表、1954年の法令用語改正なんていう時に、障害、一般的な障害と、そして石片の害の障害、これらのこと、使用実態を調査をした上で一般的な障害だけが採用されたっていう背景があり、常用漢字の改定の際に石片の害の追加も検討されたんです。これなぜかっていうと、障害の害の字を置き換えられないかという議論の中でです。で、この石片の害については、障害の表記のあり方について検討されてるので、その結果を待ってまた再検討することにはするけど、とりあえずは保留とされ、常用漢字表の改定の際、出現頻度、すなわち世の中でどれだけ使われているのか、造語力、熟語などでどう使われているかを考えた上で、石片の害の常用漢字への追加はふさわしくないと判断されています。一旦話変えます。そもそも障害とはどう考えられているのか、これは医学モデルと社会的なモデルの2つがあります。障害の内容は実際様々で、精神障害、聴覚障害、視覚障害、肢体不自由、虚弱、病弱など様々なものがあります。で、障害とは医学モデルでは機能障害、インペアメント、個人に存在する問題として扱われています。なので、医療者だとか、それで困ってる当事者からは、当事者がその害で苦しんでんだから障害、一般的な害でいいんじゃないかみたいな言葉を聞くことはよくあります。また別の観点での障害、社会的なモデルとしては、障害者が社会に出ていくことを制約される、参加制約としてのディサビリティという概念、インペアメントがあるものが社会に押し付けられている構造的問題、目が見えないからといって社会に出ていけない、そんな社会でいいのか、精神障害があるからって社会に出ていけない、そんな社会でいいのかっていう、そういう議論の中で障害というのが扱われています。で、障害学の専門家の意見で出てたのは、社会の障害で障害者が生じているんだと、その意味を込めて障害者、一般的な障害者という言葉のままでいいのではないかという意見が出ています。じゃあどう表記したらいいのか。危害の害の害よりも石片の害の方が負のイメージが少ないんじゃないか、一般国民の意識を改善させられるんじゃないかという意見もありますが、結局のところ一般的な障害と同等の意味を持つなら変更の意味がないんじゃないかだとか、そして私はこれすごく引っかかったのが、
魔物などの意味を持つ言葉だとしたら、特に精神障害者を扱う上ではむしろダメなんじゃないと私は思っています。アンケートが捉えています。障害の表記を改めるべきと回答した人が2割ぐらいとされていて、その2割の人にじゃあ変えるならどの表記って聞くと、意思変の害を選んだのは 8% 足らずです。あまり意思変の害は認められてない害と言えます。そして一般的な障害が害を与えるイメージなのかというと、これ試験です。塩の害、塩害、煙の害、塩害、公害、災害、水害、迫害、冷害とかいろいろありますけども、害に苦しむ側の熟語はすごく多いです。障害の語はこれで合ってんじゃないでしょうか。言葉障害という読みって言うなら、詩編の障害よりも古くから使用されていた戦後とかじゃない、一般的に広く使われている漢字であり、こっちが妥当じゃないかと私は思っています。ひらがなで書くっていう働きかけも結構行われています。すなわち危害の害、そして詩編の害の否定的な印象を和らげることができるんじゃないかと言われています。ただしそもそもひらがなで書くと実態が見えなくなるっていう指摘、特に障害学の人たちからすると、障害は社会に存在するものであって、その社会性を曖昧にしてしまうんじゃないかっていう批判もあります。そしてそもそも小学生でも書けるこの漢字をひらがなにする日本語として不自然じゃないかという指摘もあります。またチャレンジドっていう言葉も提案されています。こっちの方が障害がありながらも社会に参加していこうとする、そのチャレンジ精神、肯定的意味が強いんだと言って使われることがあります。ただし障害学の専門家からすると、問題を個人じゃなく社会に帰属させなきゃいけないのに、このチャレンジ度は個人の問題じゃないか、障害を社会的に取り組む課題とする姿勢を欠くんじゃないかという批判があります。まあ、それはどこに力点を置くかの話ですよね。アンケート、障害の表記を改めるべきと思う人の率、先ほども少し言いました、障害がある人で 22%、 障害がない人でもおよそ 22% で、ここから2つのことが言えると私は思っています。1つ、障害、一般的な障害の害の字を書き換えなきゃいけないんじゃないかと思っている人は2割しかいない、社会全体が求めている改め方ではないということ。そしてもう1つ、障害がある人でも障害がない人でも同じ率ということは、特に当事者が困っているという話ではない、これは周りが騒ぎ立ててしまっていて当事者を置いていってる議論かもしれないと思っています。私個人もツイッターでアンケートを取ってみましたけども、意思変の害を選ぶ率は非常に低かった。そして一般的な障害でいいんじゃないかっていうのがもう半分以上、その次に、ひらがなでいいんじゃないっていう意見でした。さあ、というわけで最後にまとめましょうか。一般的な障害、与える印象には配慮が必要です。議論があります。ただ現時点では超妥当だと思います。そして意思変の害、これは提案されているってことは知っておきましょう。ただしこの後にも結局魔物に関係するんだとか、変えたところで結局そうは改善しないんじゃないか、根本的な問題じゃないんじゃないかみたいな、いろんな批判もあるってことを知っておきましょう。そしてひらがなで書くこと、負のイメージを減らしたい人、あとはこの手の議論に巻き込まれたくない人が選択しているのではないかと私は理解しています。一部では障害の障の字もこれも同じような問題があるんじゃないかとして議論も行われているそうです。精神障害を扱う私自身としては一般的な障害を使用しています。これは医学界では医学モデルですから一般的な障害で扱われることがほとんどです。医学モデルとして私自身も扱っています。 DSM-5 などの日本語訳でも一般的な障害の害が用いられていますかな。というわけで今日はちょっと精神障害そのものから少し離れたけども、これは一つ知っておくべきだなと思ってお話ししました。ちょっと詳しくなったかな。私が言ってることが全て正しいではなく、いろいろな立場からいろいろな意見があることも一応申し添えております。この動画少しでも参考になったと思っていただけましたら、これからの動画も通知がいくようにチャンネル登録をお願いします。よかったらグッドボタンもお願いします。そしてこの手のことに意見がある人、コメント欄にお寄せください。精神診療プラチナマニュアルだとか、統合失調症の見方、治療の進め方だとか、認知症が分かる本などもよろしくお願いします。というわけで今日は雨の中外で撮影してみました。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。